六冠農お池は、九州南部の海老の高原北部にある直径約440メートルの火山性故障である。六冠農池あるいはターンにお池とも呼ばれる。流入流出する川はないが、大雨が降ると、近くの白紙池から溢れた水が流入することがある。雨の少ない陶器には、水位が約1メートル低下し、1月から2月にかけて欠氷することもある。水質は、 強い酸性を示し、透明度が高く水深が、比較的大きいことから濃い青色を呈する。池の水は、エビの高原にある、施設の水源として利用されている。周囲を揉み、津が、赤松などの林に囲まれている。池の北半に六観音堂があり、山道には、薬杉を移植したと言われる杉の巨木、六観音杉がある。エビの高原駐車場から白七。 六関門お池、不動池をめぐる自然研究路が整備されている。六関門お池は霧島火山群に属し、おおむね2万年前に発生した水蒸気爆発によってできたマールである。959年、修行のためにここを訪れていた将空が地範で、ホッケ行を唱えていたところ白髪の老人が現れ、自分は山と竹るであり。 白鳥となってこの山に住んでいると語ったと言われる。翔軍は自ら六体の観音像を彫刻し地派に御堂を建てて安置した。江戸時代には毎年9月28日に六観音堂で祭礼が行われていた。ありがとうございます。